酔っ払ってたからきっとわけわかんなかったのよね。怪我とかしてなければいいけど。うん、私もみんなで飲み会とか行って次の朝とかね、足とかにあざとかできてることある。でもね、全然覚えてないのよね。あの人もそうだといいね。あ、そういえばさっきね、私のことかばってくれたんでしょ。すごくね、嬉しかったよ。男の子らしいって思ったよ。遅くなっちた盛り上がっちゃったから全然抜けらんなかったの。私バックどうしちゃったわけ？やだ、まるちゃん自分で持ってますわよ。本当だ。あのね、今日ね、ゆきちゃん幹事で飲み会だったの。一流商社集めたって自慢してたんだ。そしたらね、本当にヤンエグってのいっぱい集まってた。仕事できるよ、お金持ってるよって人ばっか。あと開業医とかね。それでね、すっごい優しいの。モテモテくんは違うなとか思っちゃった。カオル子さんはお気に入りいた？さあどうでしょうか。私はあまり興味が持てませんでしたわ。カオル子さん趣味変わってるもんね。それよりもマルちゃん、待ち合わせはこちらの方でよろしいのかしら。はい、そうです。インコですね。違います。まあそうですの。では失礼ですけど、まるちゃんのことよろしくお願いいたしますわ。やだ、カール子さん帰っちゃうの？だってお邪魔しちゃいけませんもの。まるちゃんも意外と大胆なことなさいますのね。カオル子さん、バイバイ、また明日。
私が酔っ払ってると思ってるんでしょう。失礼。ちょっとお酒飲んだけど全然平気。大丈夫だってば。もうわかんない子だな。お姉さんがね、平気って言ったら平気なの。ああ、子供のくせに偉そう。だいたい君はね、知ってるんですからね。あのね、時々私の胸とか足とか見てるでしょ。年下のくせして生意気なんだから。そういうことしてるとね、スケベ親父になっちゃうんですからね。いいもん、一緒じゃなくても平気だもん。一人で行くから。私だってね、やるときはやるんですからね。いいの、もうついてこないでよね。だいたいゆきちゃんはね、私のことバカにしすぎ。今日だってカオロコさんいなかったら飲み代私に払わせようとしてた。あのね、私だってね、ちょっとくらいわかってるんですからね。だ、あれ、私バッグどこ？5年の時ね、ケンタくんって子がいたのよ。おうち貧乏でね、クラスの連絡網とか電話なかったし。でね、いっつも学校早く帰って新聞配達とかしてて、偉いなーとか思ったんだけど、小学生だとね、次とか当たった服着てる子だと全然人気なかったの。それがさ、中学入ったらよ、制服じゃない？でね、ケンタくん、お母さんにで、お姉さんいたんだけど、すっごく美人で、女顔してたから、急にファンクラブとかできて、ケンタキュンとか呼ばれるようになったの。右でいいんじゃない？それで私も一回ラブレター出したことあるけど、家の手伝いがあるし気持ちに応えられないからって言われちゃったのよ。その時はね、家帰って泣いちゃったけど、今考えるとね、ケンタくんしっかりしてたんだって感心しちゃった。どっちでもいい。あー、でもあっちの方が怪しいかも。失礼、入ってますよーだ。あ、あっち、あっちです。何してんの？失
人で行っちゃうよ。なんかね、静かだよね。何してんの？ホテルの前でエッチだな。もうそんなとこ興味あるんだ。はい、お月様だ。お月様綺麗だよね。眩しい。君たち、何をしているの？帰りなさい。ここは君たちが来る場所ではない。
長とかいなかったからお昼寝しちゃったのよ。もう熟睡。起きたら5時とか回ってて、誰も起こしてくんないのよ。ああ、そうだ、この前タクシー乗せてくれたんでしょ。全然覚えてなかったの。迷惑かけちゃった？あ、やだな、難しい顔しちゃって。なになに、私なんか変なこと言ったんでしょ。ごめんね、許して。あー、怒んないで。だから謝ってるじゃない。お願い、許して。はい、ごめんなさい。あ、そうなんだ。から謝ってるじゃない。だから何？あ、嘘、まさか。やだ、本当に？どんなことしたの？だってエッチなことしたんでしょ。あれ、そうなの？でもこんな感じだったからエッチなことされちゃったのかな。どうしよう、困ったって思ったのに。でそういうのにすっごく興味あるんでしょ。だから私も刺激的な服とかは控えなきゃって意外と気配りしてるし。じゃあさ、何の話？ああ、そうだったんだ。なんだ、教えてくれればいいのに。うん、そうなんだけど。何？最初って何の？はーい、でももうなくなっちゃったよ。でもそうだよね、私がファイル見つけたとこから始まってるのか。でもさ、本当に冬木さん何か知ってると思う？
でもな、冬木さんかっこいいしな。関係ないけど、冬木さんかっこいいのにな。こだわるよ。だってさ、毎日おじさん方に囲まれて仕事してんのよ。かっこいい人見かけるとホッとするじゃない。そういうもんなの。やだな、夜なんだから夜間通用門に決まってるでしょ。ちゃんと警備の人のとこで名前書かなきゃね。そんなことできないよ。だってさ、そんなことしたら泥棒とか忍び込み放題じゃない。ダメよそんなの。あのね、個人情報とかそういうプライバシー関係がたくさんあるんだから、セキュリティはしっかりしてなきゃ困るでしょ。ほらほら行くよ。あ、おじさんこんばんは。あのね、忘れ物しちゃったの。取りに行っていい？毎日来てるし、もう来たくないとか思ってるけど、こっそり忍び込んでるって思うと緊張するね。ここ私のオフィス。もうみんな帰っちゃっていないけど、ここがね、ゆきちゃんの机で、あっちがかおる子さん。やだ、恥ずかしいから教えない。やだ、見なくていいの。さ、行こう行こう。冬木さんとこ行かなくちゃ。お、でもさ、よくよく考えたら私、冬木さんのオフィス知らないし。ううん、普通そんなことない。だってどこのかって知ってるよ。そりゃさ、人数すっごく多いから全員のこと知ってるわけじゃないけど、冬木さんって女の子の間だと有名人だから知ってて当たり前なのに。警備員さんに聞いてみる。今夜中に冬木課長の机に書類載せとかなきゃいけなかったの忘れてたんですって。そしたら教えてくれるよ。総務二課の丸藤です。あ、そうです、そうそう、こんばんは。やだ失礼、忘れ物じゃないですよ。私だってそんなに忘れ物ばっかりしませんよ。あのですね、冬木課長のお使い頼まれたの忘れて。あ、忘れ物ですよね。わかったよ、教えてもらったから。あー、この辺あんまり来たことないかも。こっち。
れ違う、こっちじゃない。やだな、私方向音痴なんだから。あー、ここここ。もう帰っちゃったって言ってたけど、一応ノックしてみるね。失礼します、総務二課の丸藤です。ね、誰もいないんだって。あ、鍵かかってない、ラッキー。さんって一人だけなんだ。はーい。あー、冬木さんって整理整頓さんだ。すっごくきちんとしてる。だってさ、恋人の写真とかあるかもしれないじゃない。冬木さんかっこいいから、みんなそういうこと知りたいんだよ。やだ失礼、忘れてません。パンドラプロジェクトのこと調べに来たんです。本当はこういうことしちゃダメだよね。人の引き出し勝手に開けたりしてバレたらすっごく怒られちゃう。でもちょっとドキドキする。あ、そっか、ストーカーの人ってこんな気分なんだね、きっと。どうして冬木さん、私の写真集めてるの？もしかして、冬木さん、もしかしてストーカー？でもだってストーカーとかしなくても、冬木さんかっこいいから食事とか誘われたら私断れないし。あ、違う、わかった。こっそりじゃないとグッと来ない人なんだ、きっと。そういう人っているんでしょ？
ちょっと変態入ってる。でもね、そんなね、痛いのは絶対嫌だけど、それくらいならプチ変態だよ。人に迷惑かけてないしね、全然平気じゃないかな。何？なんで？だってそう思わない？あ、そうだよね。うん。でもどうするの？だってどこ隠れる？そうよね、すごい頭いい。でも二人入れるかな。そういうわけにはいかないでしょ、君も一緒じゃなきゃダメよ。過ぎてっちゃかもよ。どうしよう、見つかっちゃうかな。変なこと考えてるでしょ。バカエッチ、セクハラだよ。あだ、もうなんで？なんとかしなさいよね。そっか、くっつきすぎだよね。ちょっと動く。でも。行っちゃった。よかった、私たちいるの気がつかなかったんだね。ねえ、もう行こう。ちょっと怖くなってきちゃった。時間だ。この時間の電車嫌なんだけどな。酔っ払いとかいっぱいいてちょっと怖いだもん。ハイヒール脱いだんじゃないかな。足疲れたんだよ。
なーに難しい顔してんの。早いね。もう学生さんは暇なんだから。なんでもないけどね。教えてあげないよ。自分の胸にね、手を当ててよく考えてごらんなさい。あのね、お姉さんだってね、バカじゃないんです。そういうのは敏感な方なんですからね。あれ、ちょっと待ってね。なんだか少しだけ分かってきたような気がするのよ。なんか違う話してるのよ。もしかしてエッチなこと言ってるでしょう。バカバカバカ、そんなこと言ってないのに。ああもう恥ずかしいんだから。そんなこと言わなくていいの。私が言ってるのは、この前から泉さんって呼ぶようになったから。ああ子供のくせに生意気って、そういうことなの。それなのにどうして。恥ずかしい。さっきのなし、聞かなかったことにするね。私も顔を見れなくなっちゃうし。じゃあそういうこと決まり。あー恥ずかしかった。まだドキドキする。ねえ、なんか喋って。何話していいかわかんないもん。ああ生意気。だいたい君がね、変なこと言い出すからいけないんだよ。だから責任取ってちゃんと話しなさいよね。あ、全然平気だった。そうなの、警備のおじさんのとこ行ったの。忘れ物したってバレたら怒られちゃうから、この前のことなかったことにしといてってお願いしようと思って。そしたらね、覚えてないなって記録調べてくれたんだけど、そんなの残ってないよ、勘違いしたんじゃないって言われちゃった。やったラッキーとか思った。きっとさ、間違ってデータ削除しちゃったんだと思う。だからバレないよ絶対。普通はない。それにね、
削除っていうより管理ミスかも。他のデータは残ってたけど私のだけなかったみたいだから。あーでもね、意外とあるよそういうミス。だって何万人も働いてるわけじゃない。完璧な管理なんてできないって。本当はダメなんだけど、でもね、お役所だってね、人間なんだからミスもするって。ただね、目立つところでおっきなポカしちゃうから怒られるんだけどね。少し考えてみたんだけど、やっぱり気になるかなって思って。ね、どんな風なの？だからね、ほら、そうなんでしょ？男の子ってそういうのは仕方ないって言うし。でもね、よくよく考えたら私そういうの全然知らないし、ちょっとだけ興味あるかなって。そうなんだけど、でもね、よくよく考えたら私そういうの全然知らないし、ちょっとだけね、興味あるかも。どんななのかなって。やっぱり教えてくれなくていいから。もう嫌、聞きたくない。キャー、もう嫌、恥ずかしい。バカ、エッチエッチ、絶対聞かないから。あれ、あれ、ここどこ？なんでこんなに静かなの？ここって、そうだったんだ。なんでもないけど。え、どうして？何も、全然普通だよ。でも、ここがそうなんだね。本当にあったんだ。何があるか探してみない？Thank you.
何？しないよ。だって気味悪いし。え、なんで？全然平気だけど。ねえ、ちょっと寒くない？もう帰ろう。遅くなっちゃったし。え？私知らないよ。知ってるんだと思ってたから。前も来たことあるんでしょ？だから、ああ大丈夫なんだって思ってたのに。どこにあるかなって調べてたけど、帰り方なんか知らないもん。猛獣、動物園。ねえ、どっか逃げなきゃ。そんなのわかんないけど。やだ、また泣いてる。ねえ、ビルの中に隠れるってどうかな。でね、どっかの部屋のね、鍵かけちゃうの。動物だったら鍵開けられないから大丈夫だと思うんだけど。そうだよね。うん、暗いとこ怖いかも。やだ、ちょっと待って。ちょっと痛い、石入った。どうしよう、裸足の方がいいかな。やだ、近くにいるの？どこかいるのに。
もん。なんだよ、貸し切りじゃねえんだ。あの、どちら様ですか？助けてくれたんですよね？あ、いや、そんなわけじゃねえんだけどな。ま、そういうことにしてくれんなら別にそれでも構わねえけど。姉ちゃんたち、何？ラブホとか探してる？え？しょうがねえな、近頃の若いもんは。あのな、部屋行っても電気つかないから真っ暗だよ。あ、関係ねえか。どうせ消しちまうもんだもんな。何ですかそれ？なんだよ、怒んなよ。あ、そうか、ごめん。明るくないと燃えない方なんだな。あれだろう、人に見られてた方がいいとか、外で裸になって写真撮るとか、そういうやつだ。うわ、何この人、すっごく失礼、めちゃめちゃセクハラ。もういい、行こう。こういう人と一緒にいたくないし。いいの、もうその人関係ないから。なんだよ姉ちゃん、置いてきぼりかよ。なあ、普段は行くときは一緒とか言ってるくせにな。言いません。何、もうやった？そうだよな、初めて会った相手でも抵抗ないっちゅうもんな、近頃の若いもんは。それならいい。あのな、人生の先輩として忠告しておくが、ああいう女はやめとけ。ろくなもんじゃねえな。プリプリさせてるだろ、あれで誘ってるんで。かかるとあれしろ、これ買え、どっか連れてけ、キリがねえぞ。まあ、つまりあれだ、プリプリはちょうちんあんこうのちょうちんみたいなもんだ。失礼、何見てんの、やらしいわね。ブワーイ。そんなこと言ったってな、そんなに見られたくなかったらタンスの中とかしまっとくよな。したい、ジョーちゃんに坊ちゃん、跳ねられちまうぜ。
お二人なんよ。ちょっとうち来てお茶でも飲んでく？うわ、絶対変なことされそう。男の子とか好きだったらどうする？ふんどしとかさせられて天井から逆さまに吊るされちゃって、それでね、うちでピシピシって。あ、やだやだ、近頃の若い女は慎みってものがなくてよ。だってな、女性誌とかよ、エロ本見てだもんな。彼も縛られたいはずとか、そんなんばっか読んでるからな。だいたいよ、ムチで叩いて何するわけ？なんか白状させるとか。違います、失礼。あのね、目がやらしいから普通の記事までやらしく読めちゃうんです。そういう人は気持ち悪いから女性誌読まないでください。夕刊芸能とか見てればいいんです。なんだよ、有名はちゃんとした新聞だろ。うん、俺は毎日読んでるな。会話しないけど。げー、やっぱりセクハラ中年率 100% の有形読者だ。最悪。風俗の出勤情報コーナーとかに赤ペンで印つけてるんだ。うわー、気持ち悪い。印つけないと分かんなくなっちゃうだろ。いっぱいあんだから。それにな、重要なことなんだよ。お目当ての子が休みだったらどうする？こいつかよってのに出てこられたら楽に泣けないんだからな、本当に。あのですね、有芸は女子職員が職場に一番持ってきてほしくない新聞ナンバーワンなんですからね。そんなのばっか読んでるから頭の中がセクハラ色になっちゃうんです。なんだそれ、行動言論の自由に対する挑戦だな。俺はそういうことなら戦うね。有芸に義理はないけどよ、不当な弾圧には断固として抗議するね。始まった、セクハラ親父だ。都合が悪くなるとすぐ難しいこと言ってごまかそうとする。それより自分のセクハラ直してください。どうせ男のクロスワードとかやってるんでしょう。ルーズソックスとかコギャルとか書いて喜んでるんだ。バッカみたい。待て待て、ダンクロは悪くないぞ。歴史の勉強になるしな。だってよ、古都とか立川流とか知ってるか？知りません。どうせやらしいことなんだから知りたくありません。よう坊主。なあ、制服って燃えるよな。同じように見えて脱ぐと全然違うってのに男は来るもんだろう。よりそっちの方がすっごく重要。へえ、こんな通りのど真ん中でお話か。頭変だと思われちまうぜ。まあな、俺んとこなら誰にも聞かれる心配はねえわな。やだ、絶対行きたくない。すっごくだらしなくてゴミ箱みたいな部屋だ。汗臭くてムワってしそうだから、いや、そ
んなとこ閉じ込められたら私不潔で死んじゃう。失敬なやつだな。来たことあんのか。そんなの行ったことなくてもわかります。え、うん、わかってる、わかってるけど、ほら私って変態とか言ってきちゃう体質だから。なんかね、この人ってすっごく普通じゃない感じするし。でも変なことされたら責任取ってね。よし、じゃあ決まりな。ちょっと歩くけどよ。